皆様はじめまして、日本舞踊家の道義梅芳でございます。今日は初めてのご挨拶ということで、少し堅苦しい格好をしておりますが、普段は、こんなことはございません。私、道義流という流派で日本舞踊をさせていただいております。道義流というので、道義をたくさん使うのかとか、道義千景さんと関係があるのかとかいうことをよく尋ねられるんですけれども、そういうことではございませんで、まず簡単に私の流派の由来をご説明させていただきます。私どもの初代の家元、私と同じ名前を引き継がせていただいている名前なんですけれども、やはり道義梅芳と申します。その梅芳先生がですね、もともと歌舞伎役者でして、音羽屋のですね、六代目菊五郎という役者さんに弟子入りしてたわけなんですね。でその六代目菊五郎のご子息の、七代目尾上梅芳さんという方のですね、小さい時からずっとお世話役をおせつかっておりましたのが、その時の道義梅芳先生でございまして、当時の名前は尾上菊太郎という、役者のお名前で活躍されてたわけなんですが、晩年、俳優を辞めて、何もしておられない時にですね、その梅芳先生が、幼少の頃から大変お世話になったので、日本舞踊の家元にでもならないかということで、後見人となっていただきまして、昭和44年に、初代道義梅芳家元のもと道義流というものが、創立されまして、で時を経てですね、二代目の家元、道義梅之助、私の師匠であります道義梅之助先生に、継承されまして、その後、そうですね、10年前ですね、私が3代目の家元として、引き継がせていただいたわけなんですけども、私もともと日本舞踊を将来やっていこうと思っていたわけではなくてですね、弟子入りしたのも非常に遅くて、大抵踊りの後継ぎの方なんていうのは3歳から始めたり、遅くても5歳、6歳では、手習いをされてですね、後を継がれるわけなんですけど、私在学中にですね、そもそも当時は写真家になりたかったので写真の勉強してたんですけれども、あるとこで2代目の梅之助先生にご縁がありまして、あなた何やってるのって聞かれまして、写真の勉強させてもらってますっていうことでお話をしてましたら、私日本舞踊やってるのよと、一度写真撮りにいらっしゃるということで、やせていただきました。でその後何度かこうカメラを担いでですね、師匠のお稽古場に訪ねて行ったんですけど、一向に写真を撮る機会がなくて、そのある日突然、ちょっとそこのお稽古場の舞台歩いてみなさいと言われまして、で言われるままにそろりそろりとすり足でね、歩いてみたんですよ。で、いや実はうち弟子を探してるんやけど、あんたやれへんかと言われまして、少しちょっと興味がありましたんで、写真もまだ撮らせてもらってないし、写真も撮らせてもらいたかったんで、わかりました、そしたらちょっと写真やりながらお手伝いさせていただきますということで、うち弟子で、ちょうどですね19歳になるかならないかぐらいのところに住み込みで、修行させていただくことになりました。結局私3代目を継がせていただいたんですけれども、写真は、1枚も撮らず、日本舞踊家として、現在があるということ